2軒目で荷下ろし終わりましたね。1軒目でね、はい。手下ろし大変です ね疲れましたね。いい運動です。はい、これどこだ。今長久手ですね。長久手県立大学入口、はい、次どこ行くんですか。今からもう一回小牧の泉場に帰ります。はい、万博のあれっすね、あれは。ちょっとバカ丸出しになってますけど、あれは。手摘み手下ろし結構あるっすか。いや、ここでは初めてかな。普段はないっすね。今までにない。これを物産ないですか。長距離の時にたまに。女性でも、ね、全然OK。やっぱあれリフト運転できるときついですか、一人だと。リフト、ね、リフト運転できんと荷下ろしができない。みんな持ってるっすね。持ってる。ホリオブスさんの。ホリオはもうみんな持ってます。あれ万博の時に作ったやつですね。愛知万博。次どこですか。次今から、はい、港区の塩見行って、あと地帯行って東浦走ります。で終わり。暑いっすね。本当に死んでしまいます。あとさ、そこそこ長い方がさ、はい、みんな見るよね。見るかもしれないですね。まあ、さっきの人が見てくれるっすね。あとさ、トラック乗ってどんくらいですか、今。え、もう中型合わせたら。中型合わせたら、どうだろう。5年、5、6年。5、6年。大型全然ちゃいます。大型の方が楽。だけどね、はい、長いからあれだよね。うまい人は気にならんだろうけど。きっかけいいようにせんとね。いや、その辺は全然違いますね。全然違う。やっとった、はい、長距離で、はい、困ることとかありますか。長距離で困ること、寝るときとか。私は気にならない。普段はパーキングエリアですか。そう、パーキングエリアかサービスエリア、うん、長距離の場合は。ご飯どうしてるんですか。ご飯は食べないときもある。食べるときはサービスエリア。そう、買い食い、はい、うん、お風呂は。お風呂もサービスエリア、はい、あ、ついてるんですか。ついてる、あるとこあるから。ちゃんと女性用と分かれてるんですね。分かれてる。じゃあいいですね。少ないけどね。だけど、まあ、ルートも一緒だから、はい、ちゃんと入れるし。困ること特にないですか。洗濯とか。洗濯もコインランドリーあるし、はい、あまり出っ放しだとコインランドリーで回せばいいし。そっか。普段別にただ余分なお金は必要になっちゃうよね。お土産買ったり。そうそうそう、はい、そしたらいいですか、バンクで。
決めてもらえるか。いいじゃね。これからトラックドライバーになろうかなって思っとる女性の方に何かアドバイスとかありますか。そんな大層な私なんかアドバイスまだされる立場であって、いや始めたばっかだから、だ逆にまあ僕は 4,5 年間始めたばっかって、ね、だけど会社の中では新参なんで、まだそれ考えたらあれだけど、運転好きな人は楽しいと思います。はい。ホリオブスはどんな会社ですか。アットホーム、一言で言うとアットホームかな。喋りやすい。確かに、みんなでワンワンみたいな。まあ入ってる社員からすると、ウィーブとしてはあれですか、おすすめですか。トラックやりたい人からしたら来てください。お待ちしてます。めちゃくちゃ言わしとる感がすごいですね。その自分の声全部消さんとやめよ。これいいですよね。